しげ。ハーフスペースで長友出てきた。アダユトンがサポートしています。そのアダユトンシュートだった時にはインサイドに入ってハーフレーンに入ってくるような形とってますね、渡辺亮馬抜け出しているシュート。3人がかりのディフェンス、こぼれ球だわん、コントロールしきれ、鈴木武蔵競り勝った森重、ダワンも競り勝ちます。セカンドボール争い、ここはホイッスルはなりませんでした。パトリックから高尾、長友がカットしてそのまま行きます。森重浮き球を使います。長友いいコントロールから前を向いている。奪い去った FC 東京、長友が行く、クロスを上げる、こぼれ球ファンアラーノよく絞っていました。森重とのマッチアップ、セカンドボール奪った東、前を向いている、粘り強いディフェンスでボールを奪い去ったガンバ、山本が行く、東がよく止めました。ガッツポーズした東、10番を背負います。